皆さん、こんにちは。ワンダイルグリフィッシュです。では、今回は、信長の野望大使パープキと加藤清正プレイ、続きをやっていきたいと思います。関ヶ原合戦で、家康は勝利したんですが、まあ、その後、皆さんご存知の通り、家康は豊臣から天下を三奪、秀頼を倒していくわけなんですけども、今回はそれを阻止しようということで、清正が家康と戦う、まあ、そんなね、プレイができたらいいかなと思っています。で、ここまでの情勢なんですけども、九州に関してはですね、南、島津と小西、これらと今仲良くしようよという働きかけを行っています。その他の勢力で言うと、制圧、占領、あるいはですね、小早川や黒田、毛利なんかとは、島津と同じく仲良くしましょうよという政策を行っています。そうすると、じゃあ、機内へはどうやって、進行ルートを確保するか、まあ、そういう話になるんですけども、今回は四国ルート、まあ、つまり長宗壁を叩いて大阪湾を経由、機内への進行ルートを確保しようと思っています。現在すでに毛利がその長宗壁に攻撃を仕掛けていますので、我々もですね、時期を見て長宗壁へと進行戦を仕掛けていこうというふうに思っています。では、時間を早速進めていきます。毛利が長宗壁に対して、侵略戦を仕掛けたことによってどうでしょう。これ見ると、長宗壁の城がガラ空きになってますね。これは、この木を抜かさず出兵していきましょう。まあ、このまま一気に攻め上るということを前提にですね、それなりの部隊を編成していきたいと思います。清正も自ら1500を持って出撃しましょう。まあ、周辺はですね、すでに味方の部隊で、ある程度固められているっていう状態作り出せてますので、まあ、これであれば、確実にですね、勝利できる戦力を用意していきましょう。合計8000。これを従えて、出陣です。毛利輝元軍と長宗壁軍が激突ですね。長宗壁軍は、加藤義明。まあ、加藤義明はですね、長宗壁に滅ぼされて、軍門に下ったという状態だと思います。輝元軍23,800。一方の長宗壁軍、加藤義明軍が11,300。倍の開きがありますね。ここは、加藤義明が勝利という、ちょっと意外な結末ですね。毛利軍が敗れるのか。これは急いで、こちらも、兵を出さないと、せっかく、毛利軍との戦いのために長宗壁軍が城を開けているので、これが回復されてしまうとまたちょっと別問題になりますからね。報告いたします。さあ、毛利軍ですけども、再三にわたり攻撃しかけてますね。さっき24,000の、まあ、輝元軍、まあ、本体と言っていいと思うんですけど、これが、敗れた直後にさらに1万の兵を編成できる。これが毛利軍なんですよね。まあさすがにこの前には毛利軍が、勝利を収める。まあそういう展開ですね。いよ松山城が毛利の手の元に落ちると思いますので、まあこちらはそこを便乗してですね、報告いたします。四国南部を平らげていきましょう。では、清正ですね。渡海しまして、今、四国に上陸してまーす。強行で28日かけて、でも、早めに進行をしましょう。できるだけ四国はね、一気に平らげていきたいと思いますので、まあ、ここは、敵兵力が毛利軍との戦いで消耗している、まあ、その間隙を突くという形で一気に、攻略していきます。さあ、しっかりと城攻めを行っていたんですけども、先に敵の増援がやってきましたね。まあ敵の増援4100ですけど、これ蹴散らさないと話にならないですね。さあ、軍技力は80あって、正面の敵は4000、部隊数は4ということなので、まあ、しっかり罠を張ってですね、その罠に敵を引き込んで倒していくっていうのが、
まあ、まあ、間違いがないところかなと思いますので、まあ、戦い方としてはそういう形を考えていきたいと思います。では、回戦です。ここ、まず干渉する必要がありますからね。ちょっとそのあたりは意識して戦いたいと思います。罠に引っかからずに罠をすり抜けてきてますね。まあ、ただここは慌てずに行きます。虎狩り発動します。まあ、あまりね、追い打ちをかけるような動きをして、罠にはまるというのも嫌なので、まあ、ここは深追いはせずにですね、まあ、あくまでも前線にいる敵部隊から撃破をしていきましょう。これで、クワナ対撃破完了です。ただ、兵がちょっと減ってしまったので、このね、野戦を勝利した勢いそのままに、城攻め継続します。はい。まずは、長宗我部の城一つ取りましたね。この後は中村御所まで進出していきたいと思います。長宗我部に手こずった毛利、輝元ですけども、徳川を討つときぞということで、反徳川連合を結成しましたね。これは、まあ、積極的に参加していきたいと思います。毛利軍と徳川軍が激突しそうな感じがしますね。まあ、丹波付近で戦闘が起きそうな気配があります。もうこれ毛利がもし、簡単に負けるようなことがあると、本当に苦しくなりそうですね。なので、まあ、まずはね、徳川が、これ以上大きくならないようにっていう意味では、毛利にしっかり頑張ってもらいたいですね。中村御所攻撃中なんですけども、加藤義明軍が援軍として5000を引き連れて出陣してきてます。これ、どうしても撃退する必要当然ありますので、清正を除いて全軍出撃します。敵を迎え撃とうと。まあそういう構えですね。勝たねば生きる道は。で、撃破して、そのまままた包囲戦に戻りましょう。まあ別動隊を出して次の城に向かうという手もあるかなと思うんですけども、まあこのまま、まあ中村御所を確実に取りたいと思います。そしたら次の城へと向かいます。この調子で、大阪湾まで進出できる経路をさっさと確保したいですね。はい。今ですね。長宗我部の城攻略中なんですけども、島津軍が、進前をちゃんと行っていたんですけども、挙兵してきましたね。これはちょっとあんまりよろしくないので、一度停戦してでも、島津軍の迎撃に備えましょう。1万5000か。ちょっと数が多すぎるな。全軍撤退だな。やってくれるな。まあ、急いで城に戻ります。どうだろう、高鍋城が持つとも思えないな。相当な兵力で攻めてきますよね。まあ、援軍を乞うとしてもだ。それにしてもどれぐらいの兵力用意できるかですね。ではちょっと次回ですね、その島津軍をどう迎え撃つかというのを、やっていきたいと思います。今回ちょっと短めですが、ここまでにさせていただきたいと思います。